はい、皆さんおはようございます、ね、今日は2日目ですね。お、なんだこれ、マスクしてるぞこれ銅像が。今盛岡のね、市街っていうかそこ街を歩いてますね。ね、今朝7時過ぎですね。盛岡、今盛岡なんですけども、これね、盛岡八戸に行くか宮古に行くかですね。ちょっと今行きますよ。宮古です。はあ、いやちょっと参りましたね。あの日本太平洋だ、太平洋の宮古に出ようとしたんですよね、三陸海岸の。そしたら電車がね、11時過ぎまでないんでね、もう4時間以上ないですね。ああ、だからちょっとこの辺の盛岡の街をちょっと歩きます。ちょっとどうしようかな、盛岡城でも行きますかね。せっかくね盛岡来たんでね、ワンコそば食べたいけど、この朝からやってるとこないもんね。これは中尾だもんな、ね、よし、はい、盛岡城着きました。これが堀ですね。あ、いいな、こうスズメの鳴き声がね。お、というかこれ行っていいのかな、朝早くて。盛岡城市ですね、ちょっと行ってみようか。お、すごいね、あ、これはもう要はこう曲がり角を常に作ってこうくねくねさせるんですよね。よいしょ、こう直線だと敵が攻めやすいから、こう曲がり角を作って攻めにくくするとね。あ、すごい立派だ。ここは三の丸ですね。おー、すごいね。よし、あ、ここは本丸。はいね、ここ要はここで石川啄木がこうなんか寝そべってなんか結構歌を読んだりしてたみたいですね。これか。ね、ね。さっきあそこから、こう来ましたね。これに。登ってきました。おほほ。あ、なんか、赤い橋がある。なんだ、よいしょ。あ、すごいな、これね。よし。あ、こっちは本丸でしょう。ね。行ってみましょう。あ、本丸だ。ここは本丸です。よいしょ。これはなんだ、やっぱあれね、盛岡藩だね。多分南部家ですよ、ね。南部家が統治してた城ですね。よいしょ。まだこちらは発掘調査中ですね。よいしょ。よし。あ、ちょっと座って休みますか。殿様になった気分で。よいしょ、ね、こんな感じです盛、ね、岡駅だから結構意外と電車あるのかなと思ったけど、意外となかったですね。ちょっとまあここでのんびりしましょう。そうですね、今日の予定は一応、まあ、太平洋出て宮古に出て、そこから北上ですね。北上して八戸か大間からちょっとフェリーで北海道に渡ろうかなと、苫小牧に、まあ、そんなような感じですかね。ね、なんかせっかく盛岡来たからね、まあ、ワンコそばじゃなくてもいいからそば食べたいね。おそば食べましょうか。ちょっと町、ちょっと盛岡の町に戻ります、ね、こんな感じ。すごいね。あ、なんかいいね、こういうね、なんか日本のなんか何これ、盆栽じゃねえ、なんつうんだろうさ、これ。こういうとこいいな。あ、さっきのとこだ、これね。あ、本当絵になるか、こういうのね。なんかいいですね、こういうのね。
よしよし。お、なんかこう常夏のハワイって感じですね。ね、盛岡だけどね。よし。とりあえずあと2時間ぐらいなんですよね。どうしようかな。とりあえずまあもうすぐ9時なんで、ね、株価のチェックをしたいと思います。なんだこれ、宝くじ神社ってすごいな。これはね、開運橋って言ってなんかめでたいらしいですね、この橋は、これだ。これでも食べてみますかね、いただきます。とりあえずじゃあ今回はこれで終わりで、次宮古着いたら、ね、また動画アップします。ではありがとうございます。